新橋のビル爆発で待機シャトルやアーモンドアイの貴重品が巻き込まれるに対するみんなの反応。物理的に爆破とか何があったんだよ、ガス漏れでもしたか。新橋の爆発したビルにドバイターフ買った時のアーモンドアイの蹄鉄と勝負服が飾ってたらしい。マジかもったいない。奥の方にあるな。いいお酒飲めそうな店だな。ムーケーだっけ？結構有名な店よな。ググったらすげー良さそうな店じゃん。マジ？ガスボンベでも爆発したのか、きついな。まさか馬に関係あることとは。事故か事件かとか含めて、今後どうなるか心配だな。まさか馬絡みだとは。死者でなくてよかった、北新地の件が頭よぎったし。アーモンドアイの蹄鉄とか飾っていたらしいね。まあ人的被害が小さめなのが不幸中の幸い。コロナの時期にクラファンして存続するぐらい頑張ってたっぽいけど、こんなことになろうとは。上の窓のところに藁億万と絡み合ったのか。名前が無形なところに競馬愛を感じる。保険かけてるかなぁ、そして保険会社払ってくれるかなぁ。いやこれお前の過失やんけ判定されて無理かもなぁ。レストランライスシャワーなんてのもあったな。今は馬娘のライスグッズに溢れててほっこりする。また不動産屋がスプレー振りまいたのかとてっきり。やらかした店員、競馬愛が強いほど気が気じゃなさそう。ガスの10万は危ないけど量によっては爆発しないんだよね。今無形が生まれた国が大変なことになってるから、それと結びつけられてそう。コナミ感つい赤もあるけど、いつか前が最後やね。更新されることはあるのか。ガス臭いと思ったのにタバコ吸おうとライターつけたのか。死人は今のとこ出てないみたいだから、それだけは救い。爆発が外にうまく抜けたんだろ。全員生きててよかったよ。自分の鼻だけだと正常性バイアスで判断できないし、ちゃんと検知器つけとかないとダメだな。金銭もそうだが、メンタルダメージすごそう。怒った後とかやらかした後にタバコ吸って気を落ち着かせる感じなのかな。問題起きた時何も考えずにやべえな、一度タバコ吸って落ち着こうってするやつは一定数存在する。調べたらこのバーのオーナースタニングローズの一口持ってるらしい。アパマンの時みたいにネタにされそう。アモアイの蹄鉄とかサイレンス鈴鹿の油絵とかがあるという話だが、貴重な物品が燃えてしまったのか。多分火がつく前に外に吹っ飛んでんじゃない？やはりタバコは悪い文明では？タバコに限らずどんなことでも慣れすぎてリスクを忘れるってのはあり得る話じゃけえ。ダーウィン賞おじさんに動画化されそう。自分でタバコに火をつけようとして、コレクションも含めた自分の城吹っ飛ばした文字通りの自爆案件というのは笑えない。この手の店ってオーナーと店長は別人じゃないん？その場合吹っ飛んだ競馬グッズはオーナーの所有物だと思うけど、ガス検知器が行きそうっていう具体例を初めて認識した気がする。不動産屋もそうだったけど、爆心地付近でも軽傷で済むのが意外。どちらも不幸中ながら最大限に幸運だったんだろうが、空気中の爆圧だけなら大したことないからな。爆発での死因は大半が飛んできた破片や、蹄鉄ならまだ残ってるかもしれん。まあ廃墟の中で探すの難しいけど、いろんな意味で後が大変だこれ。今回もクラファンっていうわけにはいかないだろうな。この手の雑居ビルって結構ガス漏れ事故多いからな。オーナー心身ともにダメージすごそう。案の定ツイッターではグローされまくってて芝も生えない。一番へこんでるの店主本人だろうから、まあ追撃はほどほどにしたれやかん。たまーに誰にでも起こる、なぜそんなことをしたのかわからんけど、やってしまったってことやろな。映像とか見た感じ、思っきし吹っ飛んでるのはあの凱旋門とかが書いてあった看板なのかね。蹄鉄はともかく、川や繊維製品はダメージ食らってそう。精神的なダメージはデカそうだが、コミュニティのハブ的な存在だろうし、周りがケアしてくれるといいね。しゃぶしゃぶ温野菜が爆発した時は、作業員が出勤して電気つけたらとかだったから、ガスの濃度が桁違いだったんかな。ガスの種類や気象条件とかでも溜まり方も違うよな。都市ガスとプロパンガスで重さが変わるはず。このお店 IH でガス使ってなかったとか見たんだけど、上のフロアに引いてるガス管がこの階で漏れてたのかな。
本当にガス使ってないなら匂い感じても感覚的に危機感抜けるのかもね。競馬市場の貴重な資料が、待機シャトルの無口も展示してたとか、あとはセレクトセール時のディープインパクトの写真。アーモンドアイの蹄鉄爆発するしかねえ。蹄鉄は幸運の重りだったんだなって。怪我人で済んでまだよかった、不幸中の幸い。ガス漏れからの着火でクレヨンしんちゃんを思い出したわ。人的被害が最悪の段階までいかなかったのが不幸中の幸いか。爆発はこれからが怖い、人体の中身が熱傷を受けてる可能性があるから後から容体が悪化する可能性がある。事実爆発直後はその場で治療してて軽傷4人と言われてたのが重傷3人に悪化してる。トリアージ時に一見正常に見えることがある軌道熱傷は恐ろしいんだ。むしろよく生きてたなってレベルの爆発だぞい。大爆発やな、蹄鉄とかよりもこれで人命が脅かされなかったの、奇跡やん。ガス漏れ警報器とかなかったんかね。ガスにはわざと匂いをつけて漏れたら気がつくようにしてあるって聞いたことあるんだけど。実際、ガスの匂いがしたとしてガス漏れかなぁとはあんまり思わない気がするんだよね。少なくともあら、どっかでガス漏れてるんだ、大変だねくらいで、自分のところから漏れてるとは思わないんじゃないかな。せめて窓開けて換気してからにしろと。換気は換気で換気扇のスイッチ入れた瞬間に電気飛んで危なそうだし窓を全開するしかなかったのかなぁ。ニュースで専門家が言ってたけど、人間の鼻はガス検知器よりもずっと敏感ですぐに気づくんだけど、1分もすると慣れてしまうって話してた。あの爆発の瞬間を見たら、よく怪我で済んだなと思いますよ。バイトの学生等ならばまだしも、店長だったら責任者としてこういう時の対処法らは教わっていそうなものですがね。タバコの火で爆発するってどんだけガス溜まってたんだ。漏れてる場所によるかもね。店内でガス漏れしてるか、壁の中や床下天井の配管から漏れてるかで状況が全然変わるだろう。店舗でガス給湯器とかなければ油断すんのはありそうやなって感じ。札幌のアパマン爆発事件みたいな感じだったのか。ムーケイさん、競馬好きには有名なバーよね。しかし随分価値のあるものがお店に飾ってあるんだな。アーモンドアイの蹄鉄だけじゃなく同じくドバイターフ制覇時の勝負服とヘルメットルメール機種のサイン入りも置いてあったそうな。勝負服とヘルメットは燃え尽きちゃうかもしれんが蹄鉄は残ってそうだな。今の蹄鉄はアルミだからダメかも。テレビで見てて馬の看板あったから気になってたけどマジか。貴重な品々が、死者が出なかったのが本当に不幸中の幸い。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。